が登場しました。さあ今日は一体何羽のペンギンがさお散歩に参加するのでしょうか。ぜひ皆さん数も数えてみてくださいね。ではまずは今日のお散歩隊長を紹介しましょう。今日のお散歩隊長は土屋飼育員です。皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速お散歩を始めていきましょう。さまざまな障害物がありますが、まずはハードルジャンプです。元気に両足で上手にジャンプしていくペンギンがいました。速いペンギンは2つ目の障害物シーソーにも取り掛かっています。こちらのシーソーはぐらぐら揺れていましたが、何羽かのペンギンが乗り越えることができたようです。さあ続いて待っているのは真ん中にある大きな一本橋渡りです。さあこちら階段がありますが、ペンギンは登れるのでしょうか。さあ様子を伺っているようですね。階段を上手に登っていきました。意外と速いスピードで登っていきます。さあ下りの階段は転びやすいので慎重に進んでいきましょう。眺めがいいのか一番上で止まってしまうペンギンもいましたね。さあ階段を降りて進んでいくと、もう一度シーソーが待っています。さあ意外と高くジャンプして乗っていくことができました。さあまた奥のハードルジャンプまで進んでいきます。さあどうやら一本橋で遅れてきたペンギンがいるようです。階段で転んでしまっていますが、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。さあ置いていかれないように一生懸命行きましょう。さりげなくシーソーも飛び越えていきました。さあこのまま一番奥足利水槽前の折り返し地点まで進んで、またこちらに戻ってくるコースとなっています。さあところで皆さんはペンギンが世界中に全部で何種類いるかご存知ですか。実は全部で18種類もいるんです。アクアワールド大洗にはこのペンギン全18種類の鳴き声を聞くことができるアイテムがあります。このアイテムがあるのは世界でもここだけです。もしまだ聞いていないお客様がいらっしゃいましたら、3階海の生き物科学館へぜひ足を運んでみてください。さあお話をしている間にペンギンたちが折り返し地点から戻ってきました。帰りも障害物を上手に乗り越えていきましょう。さあどうやらハードルは楽々と飛び越えてしまっているようですね。続いてもう一度シーソーが待っています。さあ帰りなので勢いよりもスピードが速いですね。どんどん乗り越えていきました。上手に障害物をクリアできればお散歩隊長からご褒美のお魚がもらえます。さあどんどんと階段を登っていきました。今度は全員順調に登っていきましたね。さあ下りの階段でも転ぶことなく上手に降りることができました。さあいよいよ終わりが見えてきました。最後のシーソーやハードルも上手に乗り越えていきましょう。さあハードルは高さが2種類ありますが、どうやらみんな真ん中の低いところを狙っているペンギンもいるようですね。さあそれではここまでお散歩を頑張ってくれたペンギンたちとお散歩隊長にもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。それではただいまから障害物を片付けますので、皆さんもうしばらくそのまま階段席でお待ちください。